アンカーは、モバイルバッテリーや急速充電器などの、スマートフォンタブレット関連製品の開発、販売を行うハードウェアブランド。Google でエンジニアとして働いていたスティーブン・ヤンを中心に、Google 出身の数名の若者たちによって2011年に設立され、姉妹ブランドにオーディオブランド、サウンドコア、スマートホームブランド、ユーフィー、スマートプロジェクターブランド、ネビュラがある。 創業10期目の2020年8月にグループ本社のアンカーイノベーションズが新鮮証券取引所の新興企業向け市場シネクストにて上場を果たした。アンカーの製品は主にアマゾンマーケットプレイスや各国の EC サイトを通じてアメリカ、日本、イギリス、ドイツをはじめとした欧州各国、アジア各国で販売されている。ブランド名のアンカーは ドイツ語の怒りにちなんで名付けられた。日本でのマーケティング、製品販売並びにカスタマーサポとは、2013年1月に井戸義経によって設立された日本法人、アンカー、ジャパン株式会社が担っている。検索エンジンの上級ソフトウェアエンジニアとして、米国のグーグル本社で勤務していたスティーブン・ヤンは、 高品質で手頃な価格のノートパソコンの交換用バッテリーを市場に提供するために2011年にアンカーを創業した。当時スティーブンヤンはカリフォルニア州に居住していたがその後信頼のおける製造パートナーを見つけるため中華人民共和国新選手に移住した。2012年に当時グーグルチャイナのオンライン販売責任者だったドンピン・ジャオが加わり、 サプライチェーンの構築に一役買った。スマートフォン向けのモバイルバッテリーや充電器などに焦点を当て、低価格ながら品質の高さやサポート体制をアピールし、創業時より D2C モデルを採用。主に Amazon を中心とした EC サイトを通じて製品を販売しており、そのレビューやカスタマーサポートに寄せられるユーザーの声に基づいて、 ソフトウェアのようにスピーディーに製品の開発、改善を行うことが、同社の特徴として挙げられている。スマートホームブランド、UFI をローンチし、ガジェットだけでなく、家電分野へ参入した後、2018年には、オーディオブランド、サウンドコアのリニューアルローンチを発表し、オーディオ分野へ本格参入した。アンカーで培ったチャージング技術や、サウンドコアのオーディオ関連技術を活かし、 アンドロイド OS を搭載したスマートプロジェクターブランドネビュラを含め現在は軽4ブランドを展開している。本社機能は調査と新鮮にありシアトル、東京、ドバイリアドジャカルタにも拠点がある。アンカーの最初の製品はノートパソコンの交換用バッテリーで2012年に商店をスマートフォンの充電デバイスに移した。 アンカーの充電デバイスには接続されたデバイスを自動検知し、機器ごとに適した最大のスピードで急速充電を行う独自技術、PowerIQ を搭載しているほか、USB パワーデリバリーやクイックチャージ等の高速充電規格を採用した製品も発売している。なお、PowerIQ はアンカーが開発した急速充電テクノロジーで発表当初は、 最大出力 12W2017 年に発表された PowerIQ2.0 では最大 18W までの出力に対応した。さらに2019年夏には USB パワーデリバリーとの互換性を実現し最大 100W 出力に対応した PowerIQ3.0 を発表。その後2020年には最新版の PowerIQ3.0 へと進化している。 また2018年秋には世界に先駆けて次世代パワー半導体素材、GAN を民生品に採用し話題を集めた。同社のコアコンピタンス以外ではアンカーは2016年9月に日本でも家電ブランドのユーフィーを姉妹ブランドとして立ち上げ第一弾製品としてロボット掃除機ロボバック20などを発売した。ユーフィーでは ロボット掃除機のほか、スティック掃除機、ハンディ掃除機、ホームセキュリティが展開されている。2018年4月28日には、オーディオブランド、サウンドコアの日本におけるリニューアルローンチを発表し、ポータブルオーディオやワイヤレスイヤホンを展開している。また2020年8月には、日本市場におけるスマートプロジェクターブランド、ネビュラの事業ブランドとしての独立も発表。 ジュース缶サイズながら Android OS を搭載したモバイルプロジェクターネビュラカプセルシリーズやクラウドファンディングサイトで1億円以上を集めフル HD 採用の高画質が特徴のホームプロジェクターネビュラコスモスシリーズを展開している。アンカー製品の日本におけるマーケティング、販売、カスタマーサービスは日本法人であるアンカージャパン株式会社が行っている。 同社の代表取締役は2013年1月の設立以来、伊藤義経が務めている。アンカージャパンの事業部門創設より参画し、部門を統括している、猿渡り歩美が2020年8月より、取締役 COO に就任し、経営体制が強化された。伊藤義経は2002年に東京大学卒業後、 ゴールドマンサックス証券において、顧客企業の M&A や資本市場での調達を支援する業務や、米投資会社 TPG キャピタルにて、プライベートエクイティ投資に携わっていたが、2012年にスティーブン・ヤンと出会い、日本事業の立ち上げを自ら提案、翌2013年に日本法人を設立した。2017年9月には進化と挑戦を、 キーワードとする新事業戦略を発表し、モバイル向けのモバイルチャージングカンパニーから生活全般に進出するライフエンパワーメントカンパニーへの成長を目指すとした。また、2018年からはスローガンとしてエンパーリングスマーターライブズを掲げている。日本での事業拡大の推進と財政基盤の強化のため、同社は2017年12月22日付で、 資本均等を1600万円から1億6000万に増資した。また、2018年11月より、福岡市と災害時における物資供給に関する協定を締結。2019年3月には、川崎市と市民利便性や防災力の向上に向けた通信環境の拡充、電源確保に関する協定を締結するなど、 災害時の避難所における緊急的な電源確保や携帯端末の充電などのサポートを始めた。現在では福岡市、川崎市を含めて全国7都市と協定を締結している。2019年シーズンから川崎フロンターレとスポンサー契約を締結し、コラボグッズの発売や同社製品を通じた選手やサポーターへの支援を行っている。 21年シーズンよりトップパートナーの仲間入りを果たし、ユニフォームの鎖骨部分にコーポレートロゴが掲出されている。ちなみにトップパートナー就任とともに、元川崎フロンターレの中村健吾がアンカー特別アンバサダーに就任した。2021年4月1日より直営店事業を担うアンカースト赤式会社を100%出資の子会社として設立。 同社の代表取締役 CEO は、アンカージャパンの取締役 COO の猿渡歩みが兼任している。日本では、アマゾン .co.jp や、楽天、ヤフーショッピングに加え、全ブランドの製品を一括で、検索可能なブランド横断型の EC サイト、アンカージャパン公式サイトなどのオンラインチャンネルで、販売を行っている。また家電量販店や、 専門店、セブンイレブンでの展開や常設直営店のアンカーストア、アンカーストアセレクトのオープンなど近年はオフラインチャンネルでの販売も強化している。ありがとうございます。